戦の目的は他の部隊の援護です。このエリアに派遣された部隊が多数の敵と遭遇、囲まれて動けなくなっています。ブラスト小隊は部隊を包囲している敵の殲滅をお願いします。クロサー、まるでコミックヒーローだ。ワイヤーを使っての高速移動がプロールライダーのもう一つの特徴です。表示されている黄色のマーカーがターゲットだ。味方を発見。ブラスト小隊、助かった。援護を開始する。味方発見、敵に囲まれてる。面倒なことになった。味方だ、援護するぜ。強いの敵を攻撃し、部隊の援護をお願いします。すごいな。損傷しない。戻ってください。
ですね。すっかりプロールライダーを使いこなしているようだな。さすがクローさん、飲み込みが早いですね。Thank you.
ンタは英雄だ。おめえは大したやつだよ、クロサ。泳ぎ上手は川で死ぬとも言うぞ。得意なことだからといって油断するなよ。ブラスト招待、これより起動する。エーズ了解。ユニバーサルニュースネットワークです。テロ組織カインドレッドレベリオン首領ギデオンが EDF に対し声明を発表しました。この声明では EDF が行ったレベリオン地下施設への攻撃を強く非難しており、相応の報復を行うという内容でした。詳しい情報は分かっておりませんが、関係者からの情報によりますと、エリア C15 から20をまたがる地下鉄道跡にレベリオンが建造した施設へ対し EDF が攻撃を行い、双方に多くの負傷者が出ている模様です。新しい情報が入り次第お伝えいたします。 UNN ユニバーサルニュースネットワークでした。あいつら報復するってよ。